この本はですねま,あまだ読んでおられない方に少し分かりやすく言うと昨年のコロナ禍の1年をですね私が20年主催しておりますワクワク系マーケティング実践会の会員企業の皆様と過ごしていく中であまりにもですねその会員さんたちがこのコロナ禍でしかも飲食業とかこういうまあある意味 コロナの影響が最も悪い影響が出るというふうに言われ続けているような業種の方々が非常にそのいい結果を出,す結果を出されているこういう状況を1年間会員さんとともに過ごした中でこれはこのコロナ禍のですねそしてアフターコロナを睨みつつ えー、ご商売やられてる方ビジネスやってる方お仕事されてる方には伝えなきゃいけないことがあるなと、えーまあ、ある意味このワークけマーケティング実践会の会員さんたちの中ではもうすでにシェアされてそしてそれを会員さんたちは学んで実践して昨年もそういう結果を出されているわけなんですがあのまあ言うてもたかたか1,500社でございますので、えー、1社、まあ、平均何人か何十人か何百人か社員さん皆さんお持ちですけれども、えーまあ、世の中 全体を比べるともう一つまみにもならないということですからまあこれはねせめて本だけでもということで PHP さんからもお声をかけて頂い,いて本を出すに至ったわけですがまあその中で最も,もまずこれを何をさておいてもこれをまず伝えないとというふうに思ってこの本の中で中心として書いている話っていうのはお客様をストックするという話ですね。顧客をストックする そしてストック、まあ、いわゆる、まあ、これをあるところで会員さんと話してたらあのいわゆる貯金ならぬ「貯客ですね」っていう言い方をした方がいて「貯客」ね「貯める」「お客さんを貯める」「うまいこと言いますね」ということで時々最近「貯客」っていう言葉を使わせていただいてるんですがもうまさに貯客この「貯客」をやるとこれをやるかやらないかこれはあのコロナに始まったことではなくて「 もうワクワク系マーケティング実践会では20年前から私が提唱していることで、えー、まだまだビジネスが全然昔通りのやり方でですね、えー、普通にやれてた時代でしたので、えー、ワクワク系マーケティング実践会を設立した当初はですね、まあ、その頃は何を言ってるんだというような見方を随分されておりましたけれども、まあ、日本は基本的に人口減少社会ですし どん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 、えー、日本の経済規模っていうのはやっぱり小さくなっていくのでやっぱまさにその中でのあの貯、ー、客が非常に大事と個々のビジネス個々のお仕事をやられてる、えー、皆様方一人一人一社一社については自社の顧客をストックするそして顧客をストックするだけではなくてその顧客と関係性を深めていってファンになってもらうということを中心に書いています。ほほ、まあ、ほぼほぼほぼそういうい話を しておりますと、えー、本が一冊終わってしまうので、えー、書ききれなかった話ってのあるわけなんですね。で今日、えー、私の方から、えー、ちょっとお伝えしたいことはこのファンを作るっていうことを、えー、まあ、割とこう顧客リストを作ったりそのリストに対してどういうアプローチをするかというようなことだったりを。 その会員さんたちの実例をたくさん交えながら書いていたりもするんですがあんまりこうハウツーまで細かくは書ききれないんですけれどもまあそのこういわゆるファン作りという言葉に割とこう連想しやすいような話とは全く別個のですね別種のファン作りっていうのは実はありましてこの話は結構本当は原稿で書いてたんですがやっぱりこの話を今この本の中に混ぜ込むと分かりにくくなるだろうなと。 いうふうに思ってえ実は結構今回の本はですね、えー、随分の原稿を書いたけど入れなかったというものが、えー、本当にあります。はい、ということでこういう話を、えー、今日はちょっとしようかなでそ私がこういう話をしつつ今どんどん、えー、Facebook の方ではいろんな書き込みをしてくださっていましてですねあのこどんどん書き込んでいただくと、えー、時々拾ってお話をつなげたいと思います。で あのちょっと今の話を続けさせていただくとこのファンを作るっていうとですねそして関係性を深めるワクワク系マーケティング実践会ではもう20年の長い間「絆づくり」という言葉遣いでこれを会員さんたちと理論そして具体的な実践手法や現場でやるべきことを分かち合ってきてるわけなんですがあのもう絆づくりっていうとねなんとなくこう お,お客さんと例えば接客業接客をするようなご商売であればこう接客をどうおもてなしみたいな、ね、感じでどう温かく、えー、というようなことだったりあるいはそのダイレクトメールだったり、まあ、うちの会員さんも、えー、ネットショップ専業の方も少なからずいらっしゃいますけども、まあ、例えばネットを通じてこうこうとかですねお客さんとつながっていくっていうこと温かくつながっていくそこで何かいい関係性をお客さんに「ああいい店だな」とかああ「いい」 あの会社とし出会ったなっていうようなそういう気持ちになってもらって関係性を深めていくっていうのはなんとなくイメージがつかみやすいところだと思いますし割と本の中ではそちら側からの話がまあ多いですでかねてより会員さんワクワクマーケティング実践会の会員さんにお伝えしていることとしては実はその絆ができていくあなたがお客様にとって特別な関係になっていくというのはそういうこう 心を温まる交流みたいなですねそういう方面とはまた全く別種のですねもう一つの非常に重要な関係性の育ままれ方があります。それは今回の本の中では実はですねそういうふうに話をファンダムとはあまりつなげてないんですがあのこの第4章ですね「感性と価値で作られる市場とは」というこの4章で少しね さらっと書いた感性と価値でこれから市場は作られるというお話と非常に深く関連します。えー、まあ一言で言ってしまうと、そのお客さんの感性、お客さんの感性というのは、えー、私たち日本感性私は日本感性工学会という学会の理事を長く務めておりますが、日本感性工学会の定義では感性というのは、えー、人の 脳の工事機能という定義がなされておりましてその脳の工事機能というのは例えば商品やサービスに、まあ、今まで例えばあまり関心のなかったような商品やサービスにいいねと思ったりあそれだったら自分に合ってるなと感じたり、まあ、こういうことも今まで言い方を変えると価値を感じていなかったものに価値を感じるようになるというこの頭の切り替わりが起きている。 わけなんですがこの例えば今例えばなんですけども一つの例として価値というものを認識するというようなことというのは脳の工事機能と呼ばれるところが司さっておるわけでしてこの脳の工事機能を感性というふうに呼んでるんですがこの感性に働きかけてこうああこんないいものがあったのかとかね。まあ、例えばクラブハウス今日はクラブハウスで えー、聞いてくださっている方も大勢いらっしゃいますけれども例えばまあクラブハウス私の友人知人もですねなんかもうクラブハウスの中に住んでるみたいな人がいて1日8時間ぐらいいるとか私もフォローしている方話題の友人知人なんですがあのこうフォローしているもんだからなんか毎日一日中その,その方がやってるあのクラブハウスのこう案内が出てくるんですね。こう彼1日中いいるななみたいな あったりするんですが、というふうにクラウドハウスっていいもんだなっていうふうにこう感じる。これはやっぱり感性が動いているわけですねで。今例えば興味のない方も、例えばクラウドハウスを始めてみてあいいねと思ったら、それはやっぱり感性が働いて価値というものが認識されていくと、まあこういうことなんですが、その感性によっ感性と価値で市場が作られるというのは、全く今申し上げたようにですね、今まで別に関心がなかったものだったり。 価値を自分が感じたことはなかったものにも人っていうのは価値を認識する瞬間ってあるんですね。で今何を言いたいかというとそういうそのまああなたがやってるお仕事が何か分かりませんけどもその、まあ、例えば飲食業だとしましょうそうすると、まあ、料理っていうのはありますよね。で料理っていうのは、まあ、プロダクツ、まあ、生み出している商品なわけですがここには価値が潜んでいると。でこれを、まあ、例えば私なんか好き嫌い多いので。 まあ例えばアスパラ食べられませんみたいな人間なんだけど「えー、いやいやいや俺が料理したアスパラは特別だから食べてみ」とか言われてですね食べたらうまいとこれはやっぱり新しく価値がこう生じる瞬間でこの価値を自分の頭の中に自分の感性に働きかけて生んでくれる存在に対するある種の独特な認知独特な感情というのは人間にあるんですね。 であるというものなんです,、ね、ですからこれはとても私が長らく研究し全国のたくさんの企業やお勤めになっている方々と共に実践しているワクワク系と私たちが呼んでいるこのマーケティングの世界のかなり重要なポイントで今回の本にはあまり触れていない。 ところですただと,とても重要なのでそして今回の本では、えー、こうファンダムとつなげてはあんまり書いてないですねこれがファンダムとつながっていくってことを書くと、えー、ややこしくなるねおそらく初めて、えー、私が提唱している世界に触れる方が今回の本は多いと思うんですね新象ですので今ちょっと書き込みの方をフォローしますかね。あの例えば今書き込んでくださった方が、えー これちょっとクラブハウスの傾けにしゃべってるんですけれどもあの言葉でフォローしてますが「知らない世界観を提案する」っていうふうに書いてくださいましたがこの方あのお名前私よく存じ上げてるうちの会員の会員さんですねあのブティックを経営なさってるブティックのチェーンを経営なさってるんですがこのアパレルがもう全然ダメと呼ばれてる時代にものすごいファンがたくさんいる、えー、いわゆる、まあ、アパレル業界の方で、えー、大変 今も県中にご商売をこのコロナ禍でもやられていると、まあ、そんな社長さんが今知らない世界観を提案するって書き込んでくださったわけですがまさにそうですねお客さんがいやこの彼の店に行くと「いやこんなに素敵なものがあったんだ世の中には」っていうのはねそういう感じですよ。でこれはもう20年前から、えー、ワクワク系の道を歩む方々に言ってるここに 実はお客さんんののの買い物の喜びっていうのもあるわけなんですね自分が探し買おうと思っているものが買えるっていうことよりも自分が買おうと思ったこともないようなものが自分が買うべきものだったんだというふうに知った瞬間の何だか差分と言いますかねこういう提案ができるビジネスパーソンが非常に少なくなってしまっている。 まあもしかするとそれは世の中が効率でビジネスをやろうとしすぎていることの弊害かもしれませんがえつまり生産性を言われるというとこかもしれないんですがあの生産性というのも実はあのもう多くの方はご存知だと思いますけれどもあの実は生産性を向上させるっていうのは要素は3つしかないですけれども。 えー、そのうちの一つは効率の向上ですからどうしても効率の生産性を向上させるというと効率を上げていくとイコールに見られるんですがそうではなくて三、えー、つのうちのもう一つ重要な要素というのは付加価値の向上なんですねで付加価値の向上というのはあまりにも抽象的な言葉なのでそれを例えば私たちが実際に現場で実践している言語に直せばそれは先ほどの 社長さんが書き込まれたような。例えばお客様が知らない世界を提案する。えー、でもこの場もう一つの鍵をちょっとお伝えすると、その知らない世界が提案されるんだけど、あの本当にお客さんにとって用がない世界ではないんですよ。それだとまあ何て言うかな？一方通行でね。ま1人よがりじゃないですか。だから知らない世界が提案されるんだけど。でも。 お客さんはこれを提案してあげると喜ぶだろうなとかこれはお客さんの例えばもう頭に顔は浮かんでですね何々さんや何々さん何々さんはこれはもうビビるだろうなみたいな,なんかそういうですねものが結構ありますで。でそ,そういうふうにお客さんのことをが分かるっていう感覚はどういうことをやらないと分かるようになっていかないか。 というのはまた今回の本「顧客消滅時代のマーケティング」の中でこれも私が危惧していることなんですがあの顧客とみんな遠くなっているねこれもまたもしかすると商売ビジネスにおいて効率を追求しすぎているゆえんかもしれないんですが顧客と遠くなっていく遠くなっていくとお客さんのことが 本当は分からなくなっていくく分からなくなっていってもアマゾンぐらい顧客の行動を把握していれば AI で分からないけど分かるみたいなことがあり得るのかもしれないですけれども、えー、大概の企業はそこまでの顧客データは保有できていない。だとすればお客さんのことをどうやって知るのかといったらこれはファンダム作りの中 でのお客さんとのコミュニケーションだったり交流というものの中でえ人間のコンピューターですね頭脳というものを使って肌感覚まあむしろ中小企業やえスモールカンパニー個人商店みたいな方々はもう本当にあのここが強みにあるべきですよね。というようなことがえまあ今日はちょっと皆さんにここでお話をしようと思っていた本には書けなかった話の一つですね。 はい、というような話を今しておりましたところ、えー、それに続いてたくさん、えー、今書き込みを頂い,いております新しい価だからそこがねやっぱり商売じゃないのと、まあ、私がビジネスというより商売飽きないっていう言葉を好んで使うのはですね、えーまあ、ビジネスと飽きないの違いはどこなんだっていうのをあ話し出すと長くなってしまいますが飽きないっていうのはやっぱりこう驚きと驚きの交換みたいなとこがありますからね。 東の珍しいものを西に持っていき西の珍しいものを東に持っていくとこれが商いであるとそれはシルクロードであるということですよね。でそういう意味では秋内の資源という私言葉話をよくしまますけども会員さんに始まりと源ですね商いの始まりと源というのはたどれないぐらい古いと。ですから商いというのは非常に人の営みとして普遍的なものが あります。だから近代ビジネスとは異なる世界ですね。飽きないというのは知らないものと知らないものが出会うということに本質が、えー、あります。ですからま文化の交流に近いみたいなものですね。おそらくというかまあ、資源がたどれないわけですからおそらくですが貨幣経済が生まれる前からあるね飽きない。 というものはですからまあ私のショにはあんまりビジネス書はなくてですね文化人類学の本とかもそういうのがいっぱいありますけれどもいわゆる贈与と交換の経済ですね贈与と交換の経済というものに商いの資源始,まりと源始まりと源というのはあるのですが。 はい、今は市場創造ですね」と書いてくださった方がいらっしゃいますがその通りですね私があの29歳で会社を作ったんですけども一番最初に行った記念すべきセミナーのタイトルはあそのあ一番最初に行ったセミナーでありそれをこう学ぶグループをどう表してたかというあのどういう名前をつけてたかというと「市場創造研究会」って名前をつけてたのでもともとそれが私は 秋内だなと思っている、ね、市場創造、まあ、それでお客さんからしてみれば知らなかった価値を教えてもらっていいねということになってそこに経済というのが生まれてくるわけですからそういう思いを持って、えー、さらっとではありますけれども今回の本の中にも、まあ、どうしても話としては入れとかないといけないよねということで第4章に「感性と価値で作られる市場とは」という言葉を入れています。でこれれはもう秋内の資源がたどれないいいぐらい古い 人の人,人が人であるための営みですから世の中にどんな変動があろうともそう簡単にこの根っこは崩れないんですねただこういう根っこを持ちながら例えば DX どうやっていくのかとかね自分たちの商品やサービスをどう変えていくのかその提供形態をどう変えていくのかそういうことはやっぱり世の中時代の流れとともにそしてお客様の感性は消費経験とともに変化していくので。 いいわゆるる消費感性と私が呼んでで研究しているものですねこれはもう経験とともに変化するそれはまあ脳のコネクトームというんですが配線構造が配線が変わるから配線が変わるんですよ分かるかなあのまあそんなことなんですねあのそういうことなので、えー、それはまあ変わっていくわけですよ。いろんな消費経験買い物経験利用経験とともに例えばクラブハウスってものを楽しむとクラブハウスを知らなかった時の脳には戻れない。 ですからクラブハウスを知った脳ってものになるわけですよね。クラブハウスのいいよ良さのいいものをい,いいということを知った人の知った知った脳になると。でそういう脳に対して、えー、また私たちは、えー、新しい提案をして価値創造需要創造をしていく。はい今新しい需要創造かもそうですね。あの市場新しい需要創造かもっていう書き込みがありましたが、えー、まさに、えー、価値創造イコール市場創造イコール需要創造。 ですから、ね、こう狩猟型のビジネスちょっと突然また違うワードが出てきますけども狩猟型のビジネスというのは今そこにいる獲物をどう狩るかみたいな話になっていくんですがそこじゃないんですよね私がフォーカスしているのは、えーまあ、それはそれで別に間違ってはいない今あるマーケットを狩るっていうね狩り取り合うみたいなのはそれはそれで別におやりになって。 いいいただだて全然良いわけけなんだけど私たちがやってること私が長年研究していることというのはむしろ濃厚的なものですので、えー、市場創造需要創造価値創造そして価値というのは感性の働きによって人の頭の中に生まれるという特性を持っているという事実があるので従って感性と価値で市場は作られるという第4章のタイトルになっているという ことなんですねはい。さて今メーカーさんうちの会員さんのメーカーさんですがメーカーさんで書き込みしてくださった方がいますお客様に電話でこちらが当たり前だと思ってたことを伝えるとえー知らなかったと発見があったように喜ばれその瞬間に心霊が生まれた感じがしましたまあ、そこですね今今日私が、えー、書ききれなかった話で言ってることファンダムを作るっていうのは心温まる交流のような 類のものは、まあ、とても、これは人と人の心と心のつながりを生んでいくという意味で、とても大事なんですが。えー、一方で、このええがね、嬉しいええですよね。この嬉しいええという発見を生んでくれた、あなたのことが好きになるってやつですね。で、それは交換信頼、愛着。といった、私が絆という言葉に定義をした、いくつかの人の重要な感情、構造。というものが。 そこには生まれると。あ板倉さん、私はその「市場創造研究会」に参加していました。まあ、そうですか、その、どこの板倉さんだっけっていう、あ今、名前呼んじゃった、すみません、今ちょっと感動しすぎてですね、ものすごい昔の話ですよね、あのびっくりしました、はい、もう嬉しいね、長く、えー、こうやって接点があることは大変嬉しいことです。 はいえー、そしてもう一つ、今日、えー、皆さんに、えー、御礼を兼ねてですね、えー、このベストセラー1位「感謝」「小坂祐二フェイスブックライブ」というタイトルになっておりますが、えー、ここでもう一つ言いたかあのお伝えしたかったトピックですね、えー、これも、えー、本の中ではです、ね、どこに書いてあるかというとどこに書いてある話に関係するかというとこの第5章のです、ね「組織を変える、自分を変える」。 っていう話ですね組織を変える自分を変えるというところの、えー、話、えー、ところで触れた話を少し、えー、やはり書,き書いた原稿を、えー、結局はやめたと入れるのをやめたというお話をちょっと、えー、しようと思っているんですがまあと言いつつ先ほどの話に、えー、関連していくつかちょっと重要な書き込みをしてくださっている方がいるのでちょっとピックアップしたいと思うんですが「えー、日本の古き良き飽きない」という書き込みをしてくださった方が りますあのねワクワク系ってもう長らく新しい、まあ、ずっと新しいって言われてるのでなかなかあの、ね、採用してくれる方がこうマジョリティにならないんですけれどもあの私はもう長らく古典だと言ってるんですねワクワク系っていうのは商いの古典まあその普遍的なものの研究を私はやってるので別に目新しい手法を皆さんにお伝えしてるわけではなくて、まあ、原理ですね。 成り立つ原理、まあ、私理系の博士号情報学ですからそのシステム科学ですのでその成り立ちの原理ですよですからその日本の古き良き焼けないという,こう揺るがない人の営みというものであるというふうにご理解いただくといいと思うんですよね。それから仕事は請け負うものではなく想像するものであるこれはいい言葉ですよね。仕事ははけ負うものではなく 請、まあ、負いが悪いと言ってるわけではないんですがやっぱり請負いではなく想像の方に、えー、自分を動かしていきましょうねっていうのはもうずっとワクワク系マーケティング実践会では言ってることですよね。そしてそのちょっと下に「え狩猟型ビジネスしかこの世にないと思っていると仕事そのものがネガティブののになのよね」なるほど、ねまあその繰り返し言うですが「狩猟型ビジネスがダメだ」と言ってるわけではないんですけれども。 あの、やっぱりこう。まなんだろう。濃厚型の創造型のビジネスの方が楽しいかなというのは思うところがあります。ワクワク系マーケティングをやっている方々、ま例えば東京都板橋区という東京都に板橋区という区がありましてこちらでは今区がですね区の財政予算の中にワクワク系の実践講座を組み込んでくださって毎年、えー 取り組んんででくださってるんですけども、まあ、そこで、えー、初めてワクワクを今日初めて聞きましたっていう方がずらっとですね百何十人も揃って講座をスタートさせたりするんですが、えー、それで、えー、1年足らずでですね皆さん商売いい感じになってくるんですけどもまあ言うてですね8ヶ月ぐらいではその 百何十社という参加を照らされる店,舗店舗さんたちがです、ねまあ、店作り講座なんで店舗さんばっかりなんだけど店舗さんがみんながみんな100%売り上げ上がってくるわけではなくて7割だったり8割だったり、まあ、それでもいい数字だと思うんですけれどもなんだけどあのおととしの講座かなおととし年度2019年度ですかねの講座では、まあ、やはり100%全員が 売上を上げをられたわけけではないんだけども仕事が楽しくなったかどうかっていうアンケートの答えは100%楽しくなったというふうにお答えになったのでやっぱ楽しいんだと思うんですねこの価値創造型のビジネス、えー、お客さんにありがとうと言われる飽きないです、えー、楽しいこの楽,この楽しさっていうのは、えー、まあなんて言いますかね あの仕事を通じて生きてるぞって感じがすると誰かに言われましたけどなんか自分が本当になんかねえ何だろう,こう皆さんいろんな言葉にしてくれるけどあの人の役に立ってるぞって感じがするとか,なんか自分の命をちゃんと燃やせてる感じがするとかいろんな言い方をしてくれましたがかといって商売が変わわったわけじゃないですよ皆さんそれまでは売り上げに苦しんでたようなある意味うちの会員さんっていうのはその古くからある業種の方が多いですからやられてるんですけれども。 まあ業績は上がりつつも一方でさらに大事なことかもしれないんですがその仕事が楽しくなっていくということだというふうに思います。そしてえということではいそしてですねえー今日は一応45分限定とクラブハウスの皆様にはお伝えしてあるのでえあとお約束した時間にあと10分ぐらいなんですがもう,もうちょっと時間の。 いい方は若干お付き合いいただければとあっ今もうちょっとどうしてもここをピックアップしたいんですがお一人この方は名前が私のコメント欄には出ておりますが今回の本に実名が出てる方ですね「業者さんからも感謝されます」というこういう言葉がねもちろん昨年コロナ禍の中で最も影響を受ける業種の一つ飲食業の方なんですがが。 この方がまあ、バーを経営なさってるんですけども、大阪であの非常にまあ、素晴らしい結果というかバーなのに、えー、営業自粛し,しなければならず、ほとんどまともな営業ができていないのに業績を落とさないという驚くべき成果を挙げられた方なんですが、その方から書き込みが今一言業者さんからも感謝されます。というまあ、こういうのがいいことだよね。で、ちゃんと商売やってるわけでね。ちゃんと商売やってお互いに。 お金というのが回ってるんだけどそこには感謝と,とともにお金が回っていくので非常に豊かな世界があるということだと思うんですよね。そしてその下に今書き込みをしてくださった方は「毎朝シャッターを開けるのが楽しみです」というこういう感覚でええー、ね、あのー、商売やりたいですよね。あのー 毎朝シャッターを開ければ楽ししみとといいうこでです、はい、そしてですはそてねもう一つさっき言いかけたことをもう一回一応整理しているんですがもう一つ今日感謝企画としてお伝えしたかったのはこの新しい本の第5章に「組織を変える自分を変える」っていう章、えー、があるんですけどもこの章の中でこの自分を変えていくって結構難しいと実はですね。そししして時代はしかしながらあの 待ってくれない速さで,ですねどんどん変化していくのでそれはそれで激流に乗っていかないといけないといった時にその本の中の文脈としてはその自分を変えるっていうのはなかなか難しいし自分をどうやって高めていくかっていうより価値ある存在に自分もこうレベルを上げていくことでお客さんに対しての価値創造ってよりできていくわけですからでもそれどうやってやっていくんだろうっていう時にまず 仲間の存在ってすごい大事でねって話を書いてるんですね本の中で。で特に仲間とつながる、まず、あ、どういう人とどういう場につながるかってことはとても大事なんだけども、えー、そのまあ、私が主催しているワークワク系マーケティング実践会では「浸かる」っていう用語を使ってるんですが、ひらがなで「浸かる」、あのお風呂に浸かるの「浸かる」ですね。これはあの歴史とした学術研究から生まれてきている用語で、私のこちらの 集,団集合地とか創造的知性とか創造性開発とかこういったものの共同研究を一緒にやってくださっている慶應義塾大学の伊場先生伊庭隆先生のから私は受け取った言葉なんですけれどもるです、ね、るだからまあ例えば非常にあの自分が学びになるなっていうようなことをこう語り合っている場がまあ まあクラブハウスとかねあのどこでもいいんだけどまあ,あるとするじゃないですかそういう場に浸かるお風呂に浸かるように浸かるっていうことがその自分のレベルを上げていきますよっていうことを意味しているようなえ意味している言葉なんですね浸かるっていうのは。でそこでとても大事なのはえその仲間の存在っていうのはただ単に仲良しっていう意味ではなくてですからうちの会でもそうなんですけど頻繁にオンラインミーティングってやってるんですけどみんながみんな顔出しでですねいろいろこう 積極的に書き込んだり私と双方向でしゃべってるわけじゃなくてそのオンラインミーティングっていってもすごい人数来ますのでほとんどの方は顔出しでもなくずっと聞いてるんだけどそれは使かるっていう状態なんですね。でああここはいいなっていうようなあの場に使ってるとね、えー、それは仲良しっていうのはちょっと違うじゃないですかだから仲間の存在が大事だよってその第5章で書いてるのもあのー。 今お伝えしているようなニュアンスがありますで本の中で書いているのは例えば、まあ、それはちゃんと書いてるんですけどもあの仲間がそこでこう例えばこういうことをやったらこういう結果が出たとか、まあ、うちの会なんかはそうなんですけどもあの実践したことをこうみんなで分かち合っているとそれ聞いてるだけでふむふむっとこう、えー、レベルが上がっていくっていうかなあの頭の中がねこうよりまあ賢くなっていくっていうかあのそういうことになっていきますし。 あのそうやってこう元気に商売やってる人たちの会話の中にいるといやもうよし自分も頑張るかみたいな気持ちになってきたりえあるいはこれ会員さんがよく言うんですけれども実際リアルの場に最近コロナでちょっとなかなか作りにくいんですけれどもあのリアルに集まるってことをずっと20年結構力入れてやってきていてもちろんコロナが少し落ち着いたらやっていくんですけれどもあのそうするとえ例えばこう うちの会の話で言うとその毎月そのいろんな実践事例が届あの解放誌として届くんですがそういうすごい成果を出すようなすご,いすごいなこの人って思うような人が実際に物理的にその本人がいるんですねその会合に行くと。でそういう人たちと混じってるとなんかこうあこういうふうになりたいなとかあこういうすごい結果を出す人はこういう時にこう考えるのかとか。 会話の中でこういう受け答え方をするのかとか、いろいろこう入ってくるんですね。で、それは大事だっていう話なんですが、これをもう一歩踏み込んだことを書いてたんですが、その原稿はやめました。それは何かというと、私がその慶応の慶応義塾大学の波先生と一緒に研究しているものの一つで、いわゆる集団的知性と呼ばれるものなんですが、えー、まあ、私が会をやってる理由というのも、まあ、この集団的知性というものを いいかかに、えー、育てていくかというテーマがあって、えー、会という形で、まあ、実践コミュニティっていうんですが専門的にやってるんですが、あのー、この集団的知性というのはですね本当に先ほど、あのー、オンラインミーティングの話を一つの例としてしましたがそこにこう積極的に入っていって質問したり、えー、あるいは自分が実践したものを語ったりアドバイスをもらったり。 そういうことをやらずに、片隅で見ているだけ、聞いているだけだと、こうレベル上がらないかっていうと、そういうものではないんですよ。集団的知性っていうのはですね。ですから、集団的知性と呼ばれるものは、集団がいれば集団的知性と言えるのかというと、そうではなくてですね、これはあの。 まあ元 MIT のマサチューセッツ工科大学のラボの所長だったアレックス・ペントランド博士という物理学者が結構非常にあのきちんとした研究のもとにあの集団的知性の定義をちゃんとなさっていてあの私非常にそ,その考え方がきあのいいなと思っていてあの下敷きにさせていただいてるんですけれどもあの集団的知性というのはこういうような要件が揃うとあるよと。でそのまあそういう集団的知性がある とされるまあ、そういう要件を満たしているような場に接続するだけで実は人のレベルっていうのは変わっていくということは実は結構研究知見が出てきているんですねあるんですね。まあここまで書くとなしかし本になというのがあってもう少しえベタな話にとどめた。 つまり仲間の存在って大事だよねとかそこにお,あのお互いが活用できるようなアイディアがいつも豊富に、まあ、これはそのアレックス・ペンドランド博士も言ってることなんですけどもお互いに活用できるようなアイディアが豊富に流れているアイディアの流れっていう言葉を使われますが流れているとまあそれは当たり前ですけど使えるよね自分もね。だから自分一人でうんとあの眉間に芝居し,してた考えるよりも大量のアイディアが流れてるところに接続してそのアイディアをこう何だろうあの きれいな水がね。もう漂かに流れている。川みたいな感じです。まどん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 新しい地がナレッジが流れてくる。ナレッジとスキルが流れてくるのでえ、それを自分で柄杓です。くって使うみたいな。そういうイメージです。あの、そういうものが集団的知性なので、あのそこにあるものを使っていくって。だからこう。今クラブハウスの方を聞かれてる方で、あの本当にあのクラブハウスというだから、そういう意味。では。は非常に。あの。 えー、素晴らしいものだなっていうふうにちょっと最近思っておりまして、えー、あちょうど今今今日クラブハウスの方をフォローできなくてとってももったいないんですけれども今日はフェイスブックライブが中心になってお話ししているのでちょっとクラブハウスの方を今フォローできなくてあの申し訳ないんですがちょうど私がこの間ですね、えー、とある方のクラブハウスにお聞きしてた時に今日今ちょっとあのお聞きいただいている岩崎先生の 脳科学の研究知見の集団知性の話が非常に面白くてですねあの今これクラファースオンリーでやってたらちょっとぜひお話しだきたいところなんだけどちょっとフェイスブックライブ中心でやってるのであのもったいないんですがあの本当にね集団知性もう集団、まあ、私は集団的知性という言葉をかねてより使っておるわけなんですがやっぱりこれを作り上げるためにワクワクマーケティング実践会というものを20年 かけけけてて構築してきたわけですけれども出来上がってみるとこういったその集団知性の研究者の方々がおっしゃられている通りでですねそのたとえそこでこう積極的にものすごくアクティブにどんどんそ,のそこにこうその集団的知性をこうまあ使い倒してあのどんどん例えばね提案するとかえ質問するとかまあ私とかにねそういうことをやってなくても。 その流れている知性の中に接続しているだけで、実際にうちの会員さんたちのレベルもどんどん上がっていくのがわかるんですね。ですからどちらかと,いうともちろんアクティブにそこのまあクラウドベースでも何でもそこに流れている地をアクティブに使うってことはもちろんプラスです。そしてそれをまもう一つこの本の中でたったたった一ページですけれども実践知という重要な概念を、えー、書いています。 で私としては集団的知性を活用し接続し願わくば実際に実践をして実践地にしていくこれが時代の激流に乗るための鍵なんだけど一気に変えるっていうのは独力では難しいということがこの集団的知性を育ててきた私の今の強い思いで、えー、皆さんもさまざまな 集団的知性が存在しているところに接続ををすするこことを強くお勧めしますでこれはやっぱり文化の時代ですから非常にその変化が早く激しく先行き不透明で読めないというような時代の中でしかも物事の成り立ちが複雑ですからこういうものの中でいかに自分を高め続けながらそしてさっき前半でお,伝えしお話ししたようにあの私たちが 取り組んでいることというののは価値創造型の営み、まあ、これは先ほど来お話しているように私は商いというものの資源始まりの源はその驚きと驚きの交換であり価値と価値の交換価値がないもの,その知らなかった価値が交換されていくってことが商いの資源でありますがその価値創造型の営みだからこそお客様に感謝され続けるわけなんですけれどもそれをやるためには自分の知というものは常に高めないといけないんですね。 ですから私よく会員さんには言うんですけどワクワク系の道を歩むと競争はなくなるよと狩猟型じゃないからと競争だから獲物の取り合いをやってるわけじゃないので競争はなくなるけど精進が始まるよと。だから別に楽になるわけじゃないよっていう話はよくしますだからそれは楽しいことなんですね楽しく修行をみたいな、はい、今ちょうど会員さんがフェイスブックの方で書き込みをしてくださって。 私は全然社交的ではないのですが、そんな私でも仲間は必要であると思いました。まあ、この方はね、実際社交的ではありません。<laughs> はい。で、実はね、私も社交的じゃないんですよ。あの学会という集団的知性がある場所に長らく席を置いておりますけれども、大体学会のパーティーが怖い人でですね。あの知り合いがいないと壁の花ですね。私は。あの知らない人に話しかけられません <laughs> ので、よくわかる。その社交的じゃない人の気持ちが。 でオンラインミーティングとかに参加しても自分から発言したいっていうふうにとても手を挙げられないですね私は。まあ、だからこそ,その、まあ、今こうやって、えー、岩崎先生もそうなんですけれども本当にその集団知性を掘り下げてこられた方々あるいは私の共同研究者であるその慶應義塾大学の岩先生のようにその集団知性だったり創造性開発だったり創造というものを研究なさっている方が今本当にこう研究して 分かってきたことというふうに語られることが、もう本当に私は腑に落ちるなっていうふうにこう感じているんですね。まあ、非常にありがたい研究知見であるというふうに思っています。あ、今あのこれもうちの会員さんなんですが、岩崎一郎さんの方、脳磨き面白いですと淡々と語られる人だけど面白いと書かれているんで、皆様伊予岩崎先生の脳磨きをぜひ読みましょう。はい、えー、脳磨きやりましょう。ワクワケの人たちもですね。 はい、そして今その一個前にですね集団的知性を社内でどうやってあげるか試行錯誤であるという話がちょっと質問が出ておりますけども、まあ、これはねその集団的知性というものの,あのというのはまあいろんな要件があるのでやっぱりその要件を一つ一つ満たしていくことこそが 集団的知性を社内で上げていくということなんだけどそのうちの一つはアレックス・ペントランド博士が言うようにアイデアの流れ、まあ、これはうちの会でいうと事例ですねしかもアセスメントされた事例ということが大事なので単なるこれをやったらこうなりましたという事例のことではなくてある種の理論だったり、えー、フレームワークに基づいてあこの事例はこういうことでこういうことでこの要素やこの要素やこの要素を持って やっぱり結果が出てるよねそういう事例だよねっていうふうにまあ私はアセスメントって言葉を使いますけどもそういうアセスメントが行われつつですからその今書き込みしてくださった会社の中で、えーまあ、事例をね集めていくっていうのはとても大事なんですが是非ワクワク系を取り組まれてる会社でしたらワクワク系のフレームワークだったりに照らし合わせてみて単に これをやってこうなったっていう事例だけではなくてそのなぜうまくいったかとかなぜうまくいかなかったかってことをアセスメントしてそういう事例をまあためていくでみんなが閲覧可能にしていくそれだけでも上がってきますそれだけでもね。で特に事例っていうのはできるだけあの何かやったっていうアクションだけじゃなくてなぜやったのかとかですねそういうまあ言ってみれば その事例にまつわるストーリーみたいなものを、えー、ちゃんあの同時にためておくとですねこう見るだけで何ていうのかな事例というのはねその成功するためのハウツーというかあの要素ももちろんとても大事だしあの、まあ、私の,あの感覚から言えばあの世の中の物理、まあ、事例っていうのは要するに物理現象ですからある面,面から見れば。 それは必ず要件が定義要件があのそれを成立させる要素が見つかれば再現できるのでそういう意味でも事例をちゃんとアセスメントしてきちんと分,、まあ、分析っていうとちょっと微妙に意味合いがずれるんですけども、まあ、分析してそれでためておくってことは大事なんだけどその「なぜ?」みたいなことだったりよくうちの会の話なんだけどその上手な あのうちの会にはエントリーというしてですねその事例を今私が申し上げているような形で私に報告していただくシステムがあって毎月何百も届くんですがそのていうかな物語的になっているとねナラティブになっているとそれをね読んでいるだけで今言ったその成功要因みたいなことだけではなくてですねまあ上手なその報告の書き方をする方はそこで私は驚いたとかそういうことも書いてるんですね。 でそなんか感情の動きとかねでそういうものも全部パックされてるとですねこれを読むだけで少なくともこにあるんです、ね、でこれ100も200もあると、まあ、これ実際のところ、えっと、ちょっと今会社の名前をど忘れしましたけどもあの長野県の方で津都度に有名なタクシー会社さんがあってですねあの伝説的なエピソードが山のようにある。 タクシー会社さん、まあ、そんなような感じで検索してもらうと多分出てくると思うんですがとても有名なタクシー会社さんですがあのその社長さんのお話を私直接聞いた時に非常に印象深いことをおっしゃってたのはそう,うエピソードをやたら集めてるんですねこの会社は。やたらそのエピソードを集めててで新入社員が入ってきたら研修期間中何やるかっていうとタクシー会社さんですからもうマナー研修とかやるかって何もやってなくてそのエピソード集を読ませていると。あ ありがとう中央タクシーさんそうですね中央タクシーさんですはいこのはいありがとうございますみんなの方が知ってるね中央タクシーさんですエピソード集を読ませているとこのエピソード集を読んでいるだけでまあそれがまあ言ってみれば研修になってるとそしてこの読んだ後どういうふうなことを感じたり思ったりするかってことをつぶさにヒアリングすることが いわゆる研修期間が終わって正社員にするかどうかの試験になっているというようなことをおっしゃっていたんですがもうやってることはそれだけだけとそれでも業界随一のマナーの高さでありまあ先ほども言いましたように伝説となるようなエピソードがいっぱいあるですよね。ですからまあそういうことを考えてもまあその中央タクシーさんには言ってみればそのナラティブな物語的なですね事例がたまってるわけですよ。 でその溜まってるものがイコール集団的知性だと単純なことを言いませんけれどもしかしそれは、えー、今先ほどの質問の社内の集団的知性ってどうやって上げていくかということの一つの非常に示唆が、まあ、とても貴重な示唆が得られますよね。まあ、それをちょっとやっていただくとこれはとてもいいんじゃないかなっていうふうに思,思いますよね。